ました。皆さん、はい、今日は何をするわけですか。今日は、はい、セガさんが編集部に置いていったソフトをぜひこうウェブでやってくれと。ああ、なるほど。それをやりたいと思います。かなり信頼されてるわけですね、我々。ありがとうございます。どこがええの？あ、我々のね。これをやります。おう、何でございますか。今回はね、かなり反射神経が必要かな。あ、それって僕にぴったりじゃないですか。言うても反射神経でずっとここまで来たとこありますかね。というよりも、まあ、僕らがちゃんとこの仕事を全うしているかどうかっていうのもバレてしまうんで。え、どういうこと？それはもうお楽しみです。え、すぐ分かる。ある種今回テストです。いや、やな。 Wii のゲームなんですけど、 Wii ウェア。何じゃそれ。ダウンロードして、ほう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 、遊べるゲーム。すごいゲームタイトルです。ほう、その名も、その名も珍道中ポールの大冒険。名前は結構ベタやね。もうね、もう昔で言うと坪井のりおさんとかね、ご存知な方はご存知なんですけども、それ受けみたいな感じのね、金太の大冒険みたいなノリですよ。それが今カムバックですから、ね、ああ、なるほど。一周しとるんやね。サーモンのように重宝がられるゲームだと。ああ、なるほど、ね、これで柳原さん、まあアメリカザリガニをちょっと調べてみようかなと思えるぐらいのソフトでございますんで、はい、それでは、スタートするから、はい、よーし、行くぞ。懐かしい。簡単です。玉。B ボタンで玉。ジャンプは当然。A ボタンでジャンプ。イェーイ。これ、ま、進んで。C ぐらい。簡単？何やこれ？何混じってんねん。顔面痛い。わー、取ろう思ったら、勝った勝った、今か、勝たかったやろ。あれ俺、自分の思い込みが強すぎんのかな。今度は熟しとる。取られへんがな。いやいや、取られへんやん、これ。ごめん。俺今声出てた。声出てた今俺。いや、真剣に見てたよ。あれ？そう、このゲームただの横スクロールアクションではなく、途中でネタを見つけるとツッコミが表示されるお笑いネタ収集アクションゲームなのだ。ラーメンって普通この流れはカレーやろ。この中に入ってるツッコミが今の正解のツッコミ。問題なんです、これは。まあ、もちろん普通に楽しんでもらったらいいんですけども、柳原さんとかなってくると特殊な仕事をしているね。お前もや。いや、俺なんかね、ただ言ってるだけやから。何やねんその変な表情も。柳原さんの仕事って突っ込むことでしょ。まあ、担当で言うとね。ね、うん、だから突っ込み模試なんです。このゲームは我流も我流ええとこですよ。そんなもん勉強学校も突っ込み学校も行ってるわけじゃないし、ね、教材が届くわけでもない、はい、我流なんです。そうですね、今一番基本とされているツッコミがちゃんとできるかどうか。ツッコミもし、でも流れますよ一緒に。何が？早めにツッコむってこと？いや、消しますよあれ。え、消せんの？答え出てたでしょ、はい、こういうゲームですよっていうのを分からすためにやっただけで、答え消しますよそんなもん。お前問題やのに。なるほど、今答え合わせしただけ。あ、ね、早く行かなあかんのかなと思った、うんうん、要するに俗に言うベタさがいるっていうことですね。そうですね。わかりました。じゃあ一回タイトルに戻ります。戻るんかい！おぉ、意気込みが、それ我流ちゃうやろ別に。おい、何しとんねんおい。シンクロって。オリンピックやないねんから。ほな、わしゃコーチか、アホ。お、ワニは当たっても平気なんかい。序盤戦言うところで手が出てた。大手かなった。お前誰やねん、うん、どこのキャプテンやねん。どこのキャプテン、怖っかいどい。もう、そこ飛んで。やろか、俺が。コイン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 。すごいよさ、イエ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 イ。
こんな感じで悪戦苦闘しながらもなんとかゴール。それではツッコミの答え合わせです。シンクロです。はい、言いますよ。僕の先に言いましょうか。はい、何しとんねん、シンクロってオリンピックやないねんから、わしゃコーチか。はい、これかなりこうこのあれに合わせていきましたよ。なんか多いねんな。いやでも多いもん、これも。あ、そう、言ってください。あ、来た来た来た、シンクロよ、こんなとこでやっとんな。はい、オリンピックやないねんからと、オリンピックで勝手に決めない。で、わしはコーチか。いや、だから、お前はコーチじゃない。オリンピックやないねんからっていうのは、なんでこんなとこでしとんねんと。オリンピックやないねんからっていうことですよ。なんでこんなとこでやっとんねん、うん、オリンピックやないねん。わう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 。お嬢ギアが悪いぞ。い、豊洋の平さんが。おい平さん、お奉行。正直言うぞ、15年間お前のツッコミわけわかんねえんだよ。お奉行だけですよ。途中から聞こえないから。お奉行だけです。喋る量が多いからよくわかんないから。お奉行以外はみんなついてきてますよ。違う。おお、うまいですね、そこ。こっからですよね。そうです。これですね、エライさんね、なんでしょう、ワニには当たっても平気なんか言って、あの火山のところで一回言ってますね。あれ、これ過剰なツッコミですよ、これ。で、次ですね、ここでキノコ取ったら、おー、でかなった、お前誰やねん、どこのキャプテンやねん。まあこれも過剰な気がしますが、この時点で取って、なんというか、お願いします。います。はい。うわ、めっちゃかっちょくなってもうたね。お前何者やねん。誰かわからんようになってもうたっていうのは何者、そういうこと、誰か、おい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 、蕎麦屋の柳、お前蕎麦屋って言いながら蕎麦売ってなかったらしいね。油売ってました。うまいこと言うな。柳屋さん、コイン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 って言ってましたね。うん、自分から好きやな。ちょっと待ってください。はい、はい、今のは画面が僕に突っ込んでるだけであって、はい、ちょっと違うと思います。だから僕は正解だと思います。僕、ただこういう客観的に自分を見て突っ込むっていうのもこのテストであった、入ってたんです。俺金好きやなって言われて食べた。そう、いろいろ取ってて、そんなもん金集めたらね、ワンナップとかすんのが当たり前の世界です。やらやらさん、おい。お前の突っ込みに対する圧をもらってどうでもいいんだよ。金取った後、コインコインコインの後にそれ言ったらいいから。だから間違ってんだよ。コインコインって言ってもいいけど、その後、俺、金すっきゃなーっていうのを一回出さなきゃ。ね。コイン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 。俺、金すっきゃなーって自分で言うみたいな。そんなバカな。ということで、柳原さん、ツッコミもし不合格です。やってみよう、お前、女ら。え？偉そうに言うやったら、俺はこう突っ込んでほしいねんっていうのをやってみ。受けて立とうじゃないか。おー、すげえ。全部正解だと自信満々でしたが、ひどいツッコミだったのでダイジェストにさせていただきます。寒いなー。わ、ツル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 、ほら、右左、右左、右手、見て見て、右左、右左、お、来たよ、南極へ。なんで南極やねん。こいつ、これボケてんのか。うわわわわ、でか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 、危ない危ない危ない、僕取ってませんし、僕取ってませんし。よし。おお、うわ、なに、変な音。おお、どこ行くの。な、変な音です。ああ、ありがとう、迎えに来てくれてありがとう。
よし。よし、乗ろう。イエーイ、乗ったったでー。それでは答えを見ていきましょう。いきなり言ってたもん。寒いなぁ、寒いなぁ。ツルツルツル、ツルツルツル。右左、右左、見て見て。右左、右左、右左。はい、一切、はい、ダメで、バツ。看板どこ間違えてんねん。住んでたらそこだけは間違えへんやろ。なんでそんな初歩的な間違いすんねんってことですよ。あー、平井さん、聞いたよ、南極へー。まず、受け入れてます。聞いたよ、南極へー。そして何か分かるけど、なんで南極やねんっていう、はい、言ってみましょう。なんか言うかどうか、はい、さあ言いましょう。失礼しました。また平井さんここで、はい、ねえこいつ、お前ボケてんのか、ボケてんのか、はい、お前ボケてんのか。でっかいペンギン来ました。あ、そうそう、はい、さあじゃあ倒しましょう。めっちゃでかいから、どんな GPS 飛んねん。平井さん、うわー、でかいでかいでかい、危ない危ない、僕取ってませんし、僕取ってませんし。リンゴをね、僕はリンゴをさっきは取ってなかったですよ、2つ、はいはいはい、僕はリンゴを取ってないから怒らないでくださいっていうのを大きいペンギンに対して言ってましたよ。まあまあ、うまいわ。いや、リンゴ凍ってしまってる。ほら、言ってないでしょ。いや、変な音してる。そう、ここはですね、何変な音って言ってます。何？分かりやすい。変な音って言ってます。違うんですよ。え？リンゴが寒さのあまり凍ってるっていうね、あのモービルワンみたいな、そういうのが欲しいんですよ。ああ、突っ込んでますよ、一応。なんて言うて。難易度高いぞ、ここ。おーい！ジャンパーは南極関係ないやろ。これです。ピョーン！どこ行くのーって言ってます。これ正解ですよ。ありがとう、おい、見てくれてありがとう。いや、遭難してたんかい。はい、これです。正解です。遭難してたの、救助ってことなんですね。さあ、平井さん、それに対して平井さん、止まった。何これ、何これ、ああ、迎えに来てくれたんや。ありがとう。イエーイ、乗ったったでーです。イエーイ、乗ったったでーす。乗ったったやないか。遭難してたんかい。遭難してたんかいが隠れている。イエーイ、乗ったったでな。イエーイ、めっちゃ降りでーみたいな感じで言うて。イエーイ、めっちゃ、イエーイ、イエーイ。何自分でやってる。痛い。お前はなーい。あんな基本的な南極のとこですらね。なんて言うの？え？来たよ、南極を言ってた。行ったことないからな。そういうこと違うやろ？え？なんなんツッコミって。何をするの？大きな声でなんか言うんちゃう？違う、おかしいとこを指摘すんのよ。言うとこで、お前のツッコミでそんな笑ってへんで、かわいそうっていう笑い方。かわいそうな人やなっていう。何やねん。僕撮ってませんし、とか。あんな世界観いらんねん。そんなとこだけ知恵回んな。なんか、そんな、そんな、そういうのがええやろ。そういうのはええと思うよ。ええやろ。だからでもツッコミとしては、我がツッコミは我流。俺のやないか。お前ツッコミ。我流すぎて誰にもわからない。故に滑る。何を言ってんだ、それ大問題やないか。ツッコミできませんから。寒いなぁ。ツルツル、右左、右左、来たよ、南極へ。何で南極やねん。めっちゃ滑るやん。やめなさい。ねえ、こいつ。やめなさい。お前ボケてるか、ボケてるか、お前ロゴギか。やめなさい。俺、ジロジロ。やめなさい。もう泣きそうだから。俺もう泣きそうだから。あ、見て、Wii リモコンの通信が切れました。長いやってるから。一番突っ込まれたな。